はい、レトロボ一郎です。今日はね、川口オートレース場に来てます。この川口市資産金フェア2023っていうのもね、イベントをやっているみたいなので、そちらにね、なんかちょっとまた変わった自販機置いてあるみたいなので、ちょっと資産金フェア覗いてみようと思います。はい、この第3会場にね、どうやら自販機があるみたいですね。ここの192番株式会社 J-BAC さんのところで自販機がこの先にあるみたいなので行ってみましょう。はい、鳥取県の自販機がこのブースにあります。すごいな。壁面には美味しすぎて食パラダイス鳥取県って書いてあるね。これ結構目立つよね。鳥取県のアピールをしてる自動販売機、 J-BAC さんのコーナーすごい。はい、フローズンステーション2って書いてあるんですけども、意外と近い鳥取県ひとっ飛びって書いてあります。じゃあちょっと見てみましょう。食パラダイス鳥取県ハンバーグ2個入り。でこれも同じだね、美味しすぎてショックって書いてあるね。でこの下がエテカレー一夜干しって書いてあるね。境港直送って書いてある。すごい、カレーが売ってるよ。で味付けホルモンすごい、630円。でこっちも味付けホルモンなんだね。でこの下がズワイガニカニおこわ600円。あ、これのカニだけど600円。で食パラダイス鳥取県のうまはらみ味噌味って書いてある。味噌味。でこの下が食パラダイス鳥取県まろやか甘酢漬け。すごい。でこっちがお魚食べ比べセットっていうのがあるよね。隣にもあるんですよね。隣はこれ、はい、鳥取県とコラボした自販機、よかったら見ててください。砂丘らっきょうとかね、700円。こっち甘酢で、こっちがピリ辛なんだよね。でこの鳥取チキンカレー人気ナンバーワンって書いてある。すごい。で鳥取牛カレー600円。これの下にしようか。そうですね、はい、鳥取県産で牛乳屋さんのクリームシチューコラボして自販機作ったんですよ。はい、魅惑の鳥取牛カレーですね。でこれよく見るとひとっ飛び意外と近い鳥取県75分から80分。飛行機で80分で行けるんだね。まずはやっぱり人気ナンバーワンのこの鳥取チキンカレーっていうのをね、買ってみたいなと思います。売り切れは特にないですね。はい、じゃあ2番の鳥取チキンカレーを買ってみましょう。自販機も2番。中身もあ、すぐ出てきた。カレーの取り出し方法は商品が、あ、こんな感じになってんだね。これを川口のラッピングにしてもらうお客さんも、はい、あ、当たりって書いてあるよ。ん？なんだろう、これはちょっと後で聞いてみましょう。こっちのフローズンステーションの方でもちょっと一つ買ってみようかなと思います。じゃあちょっとね、個人的にね、この気になってるこの最優勝の美味しすぎてショック、はい、あ、ちょっと待って、これ見ると
ハラミは売り切れになってるね。あとの商品は売り切れになってないかな。こうなってるんだ。じゃあこれを買ってみましょう。あ、明かりがついた。あ、ドーンって落ちてきた。はい、こんな感じになってます。カニおこわ、こんな感じかな。はい、冷蔵になってるからね、ちょっと家で食べてみようかなと思います。というわけで、この当たりが出たんだけど、ちょっと聞いてみようか。あ、書いてある、自販機で購入していた商品にクーポンがついて素敵な商品をプレゼントって書いてあるわ。こちらかこちらをどちらか選ぶことができます。はい、なんか両方とも当たってる。こっちは、いや、こっちは書いてないですね。あ、じゃあ両方当たったことにして、はい、当たり当たりで。あ、ありがとうございます。これは北海道のイワシですね。そうです、これも北海道のカレーなんですけど。あ、いいですね、うん、この地元で人気って書いてある。スープカレーですかね、これ。スパイスカレー。あ、スパイスカレー、ありがとうございます。あ、すごい。はい、というわけで家に帰ってきまして、鳥取県の鳥取カレーとね、北海道のスパイスカレー、あとはこのベニズワイガニのカニおこわ、これを温めたので。カニだ。最優秀賞の商品ですから、カニ 20% って書いてある。この上のカニの部分どんな感じになってるか。あ、こういう風にしっかりカニ、カニだね。ご飯と、いただきます。はい、召し上がれ。甘っ。このもち米が鳥取県産で、このベニズワイガニが日本海産なんだけど、このもち米のもちもち感と、このズワイガニのこのなんていうの、カニ風味の独特な味と、はい、これが美味しいです。うん、あ、美味しいね。香りも結構、うん、カニカニしてる。カニカニ、カニっぽい感じがする。うん、特産品コンクールの平成22年度の食の都鳥取県最優秀賞なんですよ。え、最優秀賞？平成22年、ちょっと前なんですけど、まあでもそれだけね、ロングセラーっていうことです、これは。まあこのおこわとこの上の部分が、あのカニのね、うん、ズワイガニが入ってる、うんうんうん、こんな感じになってます。鳥取チキンカレーです。鳥取チキンカレーというか、鶏肉を使用してて、鳥取限定、鳥取県のね、まあ、恵まれた自然の中で育てられた若鶏を使用したチキンカレー、1人前 200g 入ってます。こんな、はい、贅沢な一品、恵まれた水、気候、良質な飼料で育てられた鳥取県産の鶏肉、本場ネパール仕込みのスパイスの効いたチキンカレー。なんかね、うん、ネパールを感じる。オニオンソテーと鶏肉、まあ、カシューナッツ、トマトケチャップ、あ、ケチャップ、あとバター、ニンニクも入ってますね。じゃあいただきます。あ、結構味濃いよね。濃いめの感じだけど、あ、でもあのさ、舌触りはサラッとしてるカレーだね、これ。チキンカレーってだいたい甘めな感じが普通のカレーよりはしますよね。うん、うん、でもこれ鳥取県ので、これちなみにね、買った時に、あ、当たり、そう、当たりってマークが出てて、この自販機をね、まあ、製造してる J バックさんっていうところの、うん、あのブースに行って買ったんですけども、うん、このキュポランが当たりだと、当たりで札幌スパイスカレー、地元で人気って書いてます。北海道県産の鶏肉、北海道県産の玉ねぎ、北海道県産の、人参ですね。まあ、北海道っつったらね、スープカレーのイメージなんだけど。あ、辛いよ。どうですか、ちょっと一郎さん食べれるかな、そっち。でちなみにね、この北海道産の食材をこだわり、蒸らし炒め製法で調理した素朴感あふれるカレー、野菜とトマト、果汁の甘みにスパイスが香る甘辛い味わい。いや、辛い。本当。玉ねぎペースト、トマト、鶏もも肉、鶏むね肉、ココナッツミルクも入ってますね。あ、スパイスカレーってそんな食べたことないけど、これ。覚悟して食べて。口の中に入れた瞬間、すごい香りだ ね、これ。なんだ、香辛、うん。ね、インドっぽい。すごいね。うん、香辛料。香辛料がすごいわ、これ。あ、全然違うね、このカレーは。大人の味。なんていうの、スパイスって感じ、本当に。うん。うん、
鳥取県のね自販機ってねなかなかないですよ。で鳥取行けなくても、まあ、この J バックさんが作ってるところで買える。行った気になる。はい、鳥取の食材を買いたいって思ったら J バックまでお越しください。お越しください。駐車スペースあり、いつもは会社の前に設置してあります。気になった方ホームページご確認ください。ちょっとね当日もねお声掛けしてもらって。すごい。そうなんですよね、僕が行ってる自販機実はほとんど J バックさんがほとんど絡んでたっていうねこの事実を知って、さらに向こうも知ってくれてて、ね、えっと思って、もうなんかねあんまね、うん、当日びっくりすぎて、うん、自販機の高揚感というよりびっくり感の方がというわけで、今回は鳥取県の食の自動販売機を紹介させていただきました。本日の動画はこれで以上にしたいと思います。これでいいかに、はい、いいかにというわけで。